5月18日土曜日発売決定ナンバーアンダーライン愛が表紙を飾るマップスコリアの当日販売方法について5月18日待ち焦がれていた日がついにやってきた韓国で話題沸騰中の雑誌マップスコリアの日本発売日だそれも表紙を飾るのは人気急上昇中の K-POP アイドルグループナンバーアンダーライン I 美しい彼らが微笑む表紙をひとまみただけで胸が高鳴る。しかし、この雑誌、日本では簡単には手に入らない代物なのだ。そもそも、マップスコリアは韓国で発行されている雑誌であるため、日本での流通量は限られている。さらに今回は日本版の発行は予定されておらず、限られた数量の輸入品のみが販売される。 そのため、ファンにとってはまさに争奪戦必死のレアアイテムとなっているのだ。手に入れるためには、いくつかのツタ書店が設けている特殊な販売方法に従う必要がある。一つは、抽選販売だ。まるで一縷ルの望みにかけるような、ドキドキ感満載のシステムである。当日朝7時から9時までのわずか2時間。 抽選販売を実施するツタや書店に足を運ばなければ抽選券すら手に入らない。配布時間内に都合がつかないファンにとってはそれだけでチャンスを逃してしまうことになる。そして9時半運命の瞬間が訪れる。店頭と店舗の SNS アカウントで当選番号が発表されるのだ。自分の番号が呼ばれた時の喜びはひとしおだろう。 当選券を手にした者は当日限り有効なその券を持って再び店舗へ向かう。まるで宝探しのようだ。しかし、この抽選販売、いくつか注意しておかなければならない点がある。まず、抽選券は一人につき一枚のみ。複数枚を受け取ったり、複製したり、誰かに譲ったりすることは許されない。また、 うっかり紛失してしまった場合にも再発行はしてもらえない。さらに、店舗によって抽選方法や当選人数が異なるため、事前の情報収集が欠かせない。抽選販売以外の店舗では、先着順での販売となる。こちらは文字通りの早い物勝ちだ。発売日当日、開店前から長蛇の列ができることは想像に難くない。 少しでも出遅れれば手に入れることは叶なわないだろう。ここまでして手に入れる価値があるのかそう思う人もいるかもしれない。しかし、マップスコリアは単なる雑誌ではない。それは韓国の最新トレンドを凝縮したまさに宝箱なのだ。ファッション、ビューティー、カルチャー、あらゆるジャンルを網羅し、洗練されたビジュアルで読者を魅了する。 それはまるで韓国の今を肌で感じることができる特別な体験と言えるだろう。特に今回はナンバーアンダーライン愛が表紙を飾るというファンにとって水煙の一冊。彼らの魅力が最大限に引き出された写真の数々は永久保存版間違いなしだ。メンバーそれぞれの個性あふれる表情や息を飲むほど美しいグループショットは ページをめくるたびに心を奪われることだろう。マップスコリアを入手することは、単に雑誌を手に入れること以上の意味を持つ。それは、熾烈な争奪戦を勝ち抜いた者だけが味わえる、特別な達成感と高揚感を得られるということ。そして、お気に入りのアイドルが表紙を飾る、世界に一つだけの宝物を手に入れるということなのだ。 あなたはこのチャンスを逃しますかそれとも挑戦しますかこの雑誌をめぐる熱狂は私たちに多くのことを教えてくれる。それは単に人気のアイドルグループが表紙を飾っているからというだけではない。そこには今の時代を象徴するような興味深い要素がいくつも隠されているのだ。まず挙げられるのは情報型の時代における 希少性の価値の高まりだろう。インターネットやスマホの普及により、私たちは世界中のありとあらゆる情報に瞬時にアクセスできるようになった。しかしその一方で、簡単に手に入る情報には限りられた価値しか感じられなくなりつつあるのも事実だ。だからこそ、限られた場所で限られた時間しか手に入らないような、 特別な存在に人々は価値を見出すようになってきている。マップスコリアもまたそのような希少性を持つアイテムと言えるだろう。簡単には手に入らないからこそその価値は高まり人々は熱狂する。手に入れた時の喜びはありふれた情報に溢れる日常の中で忘れかけていた興奮や高揚感を与えてくれる。そしてもう一つ。 見逃せないのは参加することの楽しさだ。抽選券を求めて早朝から並ぶのも、発売日当日に店舗に駆けつけるのも、ただ雑誌を手に入れるためだけではない。それは同じ目的を持つ仲間たちと、一つの目的に向かって行動を共にする、一体感を味わうためでもあるのだ。SNS 上では、マップスコリアに関する情報交換や、 抽選販売の結果報告などが飛び交っている。そこには単なる情報交換を超えたファン同士の連帯感や一体感が生まれている。それは情報型の時代だからこそ生まれた新しいコミュニティの形と言えるかもしれない。マップスコリアは単なる雑誌ではない。それは希少性の価値、参加することの喜び。 そして新しいコミュニティの形を教えてくれる現代社会を映し出す鏡のような存在なのだ。あなたはこの鏡に映る自分自身をどのように見つめるだろうかこの熱狂は私たちに現代社会におけるアイドルの存在意義についても改めて考えさせてくれる。かつてアイドルは手の届かない雲の上の存在として認識されていた。 しかし、SNS などの普及により、ファンとアイドルの距離は縮まり、双方向のコミュニケーションが可能となった。そんな時代においても、マップスコリアをめぐる現象は、アイドルが依然として人々の心を強くつかむ存在であることを示している。それは、彼らの作り出す音楽やパフォーマンスはもちろんのこと、彼らが体現する夢や、 希望といった普遍的な価値観に人々が引き付けられているからだろう。マップスコリアのような限られた機械でしか手に入らないアイテムはファンにとってアイドルとの距離を縮める特別なツールになり得る。それはまるで宝探しゲームの成功報酬のように努力したものだけに与えられるアイドルからの贈り物のように感じられるかもしれない。 そして、その喜びを分かち合うことができるのも、現代のアイドルファンダムならこそ。SNS を通じてファン同士が繋がることで、その喜びは増幅され、さらに大きな熱狂を生み出す。それは、オンラインとオフラインが融合した、新たな形の文化現象と言えるだろう。マップスコリアをめぐる熱狂は、一見、単なる雑誌の争奪戦に過ぎないように見えるかもしれない。 しかし、その背景には、情報型の時代における、希少性の価値、参加すること、の喜び、そして進化し続けるアイドルとファンとの関係性が複雑に絡み合っている。それは、現代社会における文化現象の一つの形として、私たちに多くの示唆を与えてくれる。あなたは、この熱狂をどのように捉えるだろうか そして、この現象は今後、どのように発展していくのだろうか